国の指定重要文化財に指定されている上野東照宮の社殿の内部が特別公開されました。こちらが特別公開となった社殿の内部です。たくさんの金箔があしらわれ、豪華できらびやかな内装となっています。金色殿とも呼ばれる上野東照宮の社殿は、1651年に徳川家光により現在の形に建て替えられ、貴重な江戸初期の建築として国の指定重要文化財に指定されました。普段は文化財保護の観点から非公開ですが、現在上野で行われているイベントが30周年を迎えたことから、3日間合計150人限定で公開されることになりました。なかなか入れないもんですからね、やっぱ感動しました。なんか思ってた以上に広くて大きくて迫力があって良かったです。今後の公開は今月30日と来月13日に行われ、現在参加の申し込みを受け付けているということです。